市民球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発はルーキーの森木、対するカープの先発は右の矢崎、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。タイガースピッチャーを交代します。森木降板。マウンド上ピッチャーは尾中。今日2番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で白浜、今日はフォアボールと三振。第2球投げた、低めいっぱい、ストライク。第3球、3球目ストライク。第4球は変化球、空振り三振。5回の表が終わって1対1同点です。同点で迎える6回です。バッターは磯村。第9球投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから打った、ファールボール。第3球を投げた、外のボール球打った、小畑下がっていった、ヒット。磯村、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは7番韮澤、今日3打席目。あーっと、ショーフライになった、取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、スライダー見送ってストライク。第3球を投げました、直球高めボール。第4球を投げました、打ちました、一二塁間へ。上田取った、一塁送球、一塁はアウト。タイガースピンチを迎えます。代打は長野、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9球インコース低め、ストライク。タイミング合いません。さあ、次の投球見送ってストライク。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。投げました、打った、ファールボール。第5球投げました、打ちました、これはヒットになります。レフトバックホーム、長野ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。さあ、ピンチが続く場面で迎えるバッターは羽月、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、低めボール球打った、これはファースト正面。山本自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。尾中ツーアウト1塁3塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって1対1です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは中村、今日はここまで3打数1安打。第2球アウトローへストライク。投球はこれから3球目、三振。尾中3球で仕留めてみせました。バッターは3番林。第1球低めストライク、まずは決めてきました。第2球見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、一つ外してボール。次は4球目投げた、カットボールはボール。アウトコース低め。第5球投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、直球ストライク。まずは入れてきました、打ちました、鈍いゴロ。小野寺自らベースを踏んでスリーアウト。尾中この回ピシャッと3人で抑えています。7回の表が終わって1対1です。2点差に届かず敗れました。カープが勝ちました。勝利投手は黒原、敗戦投手は浜地、菊池康則にセーブがつきます。さて、本日のヒーローは聖火で、本当に今日は大活躍でした。